どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日の動画は初心者ウクレレレッスン動画第5弾でございます。第1弾から4弾はどこにあるのとか、初心者レッスンなんだけど、どっから始めたらいいのという方、ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先は、ウクレレ初心者どころか、ウクレレ触ったこともない方が、どんどんウクレレでステップアップして音楽が楽しめるようになっているプログラムとしてやっておりまして、その流れの中の今日第5弾なんで、1から4の、動画、ここで見て、ここの、この5、第5弾まで戻ってきてくださいませ。よろしくお願いします。そこで今回の第5弾から、いよいよ、リズムに、入っていくんですけど、初心者リズムの基本ということなんですけど、まず皆さん、ちょっとここで確認ですけど、前回第4弾でやったガズレレ必須コードあったじゃないですか。あれで、4つ弾きで、いろんな曲を歌いまくる。それ散々やってから、ちょっとここのね、リズムの、セクションに入っていただきたいんで、焦ってやる必要はないんですけど、今回のこの第5弾の動画ではですね、アルペジオという弾き方の超基本を、皆さんにご紹介したいと思います。これの弾き方するとですね、またちょっと表情が変わるんですよね。いろんな音楽の。はい。で、アルペジオって一体どんなものか。まあ、ここでちょっとやってみましょう。こんな感じです。この弾き方なんですけど、ちょっと対面でやるとね、分かりづらいところがあるんで、前回のガズレレ必須コードのように、カメラの角度をですね、皆さん目線で、まず最初解説したいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、そういうわけでアルペジオの解説に入っていきましょう。まずこの表をご覧になってください。見てください。こっちから1弦、2弦、3弦、4弦で書いてありますね。つまりウクレレに当てはめると、こういう感じですよね。1弦がここ、2弦がここ、3弦がここ。こういう風にシンクロしてます。これね、皆さん覚えてるね。1弦、2弦、3弦、4弦ですよ。そして、この黒い丸が書いてあるんですけど、これコード表の黒丸とはちょっと違くって、弾くタイミングを表してます。これね、私のこの人差し指見てください。これが、オルゴールみたいに時間がこう進んでいくときに、この弦を弾けということなんですよ。1弦と4弦、3弦、2弦、3弦、1弦と4弦って、こういう風に進んでいて、この、弾いてくださいという、この表になっております。これなんかイメージできましたかね。で、ここの1弦っていうところを辿っていくと、ここに指、中指って書いてあるよ。2弦辿っていくと人差し指。3弦、4弦は親指って書いてあります。はい。これですね。弾く弦に指に担当が決まっているということを覚えておいてください。はい。で、一応じゃあこっちで整理していきましょう。1弦ってここでしたね。覚えてますか ?2 弦、3弦、4弦でしょ ?1 弦は中指担当でございます。中指ってこの指ですよ。中指。2弦は人差し指担当です。はい。3弦と4弦は親指担当ということで、この3つの指を使った3フィンガーという、弾き方を基本にガズレレではやっていきたいと思います。これアルペジオでこの3フィンガーでやってみるんですけど、他の弾き方もありますが、一応ガズレレでは3フィンガーを基本に進めていきますので、まあ最初の一歩としてはそれで皆さんやっていきましょうということでございます。そしてですね、まずこれ見てください。どう、こういう時間が進むわけだから、これ見ると、1弦と4弦同時に弾きって書いてありますね。よし、じゃあやってみよう。1弦と4弦ってことは、こことここだよ。覚えてる?はい。指の担当も忘れずに、中指と親指。最初こう弾きます。トーン。こんな風になりますね。1弦と4弦同時に弾いたら。はい。あ、これ、この表、今ここに、出しときますね。ここにね。はい。じゃあ進めていきます。いくよ。1弦と4弦最初弾いた。次は、3弦のとこに黒いマークがあるから、3弦親指ですね。その次2弦のところに黒い丸があるから、2弦は人差し指。次また3弦だった。はい。はい。次も1弦と4弦。次も3弦。次は2弦。次は3弦。あ、これ同じのの繰り返し、2回繰り返してんだって分かりましたね。はい。じゃあ、音の響きが気持ち悪いので、まずコードは C を押さえておきましょう。C を押さえておいて、弾きますよ。じゃあもう一回、この表を元に。せーの。1弦4弦、3弦、2弦、3弦。1弦4弦、3弦、2弦、3弦。これをアルペジオと言いますよ。どうですか皆さん。思ったより簡単じゃないですか?はい。これが、アルペジオの超基本となります。C を押さえて、ちょっとしばらくこれ練習してみましょう。ゆっくりね。指の担当を間違えないでください。この3フィンガー3つの指ですよ。はい。せーの。1、4、3。しばらく続きます。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、
2弦、3弦、1音弦、3弦、2弦、3弦。はい。おめでとうございます。弾けるようになりました。これどういう風にやるかというと、ちょっと例を示しますよ。踊るポンポコリンでやります。コードはこっちで動かしてますからね。右手だけ見といてください。です。お鍋のいいでしょ。なんかだいぶゆったりしますけど、まあとこんな風に進んでいきます。だから今までやってきた曲もう一回アルペジオで全部やり直してもらうとすごくいいと思います。家で一人で奏でる、ゆったり奏でる、一人でゆったりするときにアルペジオ本当素晴らしいです。まずこれを1弦4弦3231、これをですね練習してください。そしてこれを知った上で今のが超基本と分かった上で次。もう一ランクアップしたいです。で、次にやりたいのは、これ見てください。さっきのやつと比べるとちょっと違いがわかりますかね。ほら、ここのところにちょっとピンク色で囲ってるんですよ。ここにヒントがあります。まずここ、よく見てもらうと、ここの表自体はさっきと一緒なんですけど、ここに注目、見ててくださいね、これ。ワンブロックコードが1個の時は弾かない方がかっこいいよ。ワンブロックコードが2個入ってるパターンの時はここ弾いた方がいいよという、こういう風にもう1個1ランク上げてみましょう。そうするとですね、例えばこういうコード進行があった時、 C と F と G7、 C が1個ワンブロックにあって F と G7 はワンブロック2個でしょ。その時にちょっと右手だけ見てもらうと、こんな風になります。せーの、 C の時はここ1弦だけ、次は F、ここは弾く4弦ですよ。はい。C だけの時は弾かない。1個だけの時は4弦弾かなくて、2つ入ってる時はここ弾く。使い分けです。ワンブロック1個の時は、こっちの方がなんかこう滑らかに進みます。はい。で、コード2個入ってる時は、この4弦を入れる。はい。この使い分けができるとね、またちょっと表現力が高まると思いますので、ちょっとこれ、理解していただきたいと思います。そして、こっちにも書いてあったんですけど、ここのね、覚え方ってあるじゃないですか。これ、143、これ何事かと思うんですけど、これ弦の数字です。1弦と4弦、3弦、2弦、3弦、1弦と4弦っていう風に書いてあるわけですよね。そして、でこっち見ると、14弦、3弦、2弦、3弦、ここ。カッコでね。はい。ここを振り分けてますが、こういう風に覚えるといいと思います。テロップと表す、テロップでそれを書くとこうなりますけど、一個のこの覚え方の要素としてやってみましょう。そしたらね、ガズレレ初心者、ウクレレ初心者レッスン動画シリーズ第1弾で出てきた、日曜日よりの使者でちょっとやってみるとこうなります。シャラララ、シャララララ、ワンブロック1個だからここは弾かない。シャラララ、シャラララ、音源は結構弾かない。シャラララ、シャラララララ。次はね、ワンブロック2個だから弾くよ。ラー、はい、ここ。シャラララララ。はい、こんな感じになります。それでさっきやった踊るポンポコリンは、もうずーっとワンブロックにコード1個だから、なんでも弾かない、でも金が弾かない、踊りを弾かない。こんな風に変えていきましょう。ワンブロック1個の時は、4弦途中弾かない。ワンブロックにコードが2個入ってるときはこの弦を毎回弾いていくということで。ここでちょっと差をつける。これでちょっと1枚上手の表現力が高まると思います。これがですね、このアルペジオの、大解説でございます。大っていうかまあ、わかりやすくできたんじゃないかなと思います。これね、なかなかこの表理解、こうね、おさらいですよ。こういう風にオルゴールが進むように進んでいきますよ。はい。こういう風に進んでいって、ここのピンクのところが弾いたり弾かなかったり。ワンブロック1個の時はこれ、こういうことですからね。ワンブロックコードが2個入ってる時はこういう風になります。はい。そういう風に覚えておくといてください。はい。それでは、先ほどの動画に戻ります。はい、いかがだったでしょうか。基本分かったかな。この指の担当性決まってるわけです。1弦は、ね、中指。2弦は人差し指。3弦、4弦、親指という3フィンガーということです。で、ここでですね、皆さんこうやって持った時の感じの、ちょっと角度を変えたところの解説を加えたいと思うんですけど、まずですね、よくある事象としては、例えばコード C をサイトで弾くときに、こうなってる人多いです。ちょん、たん、たん。これね、よく見てください。すごいここ右手がぴょん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 しちゃうでしょ。そうするとぴょんってなるから、また次の弦に戻るときにすごく外れる可能性が出てくるんですよ。この弦をね。そしたらどうしようか。
見てください。小指とか薬指使ってない。今日スリーフィンガーだから2本の指使ってないでしょ。この指でこのボディのどこかをこう固定するといいです。そうするといつでもねこう決まったところに当てられる。ここわかる。ここでこう私の場合薬指で固定してますけど、どっかこうポイントを決めてグッと押さえて、そうすると結構あの命中力が高まりますからね。はい、これすごく大事だ。これ指を固定して動かないように。これ固定しなかったらねこういうふうにぴょん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 しちゃうから、これね、なかなかこう、命中率悪いですからね。ここキーポイントになります。どっか使ってない指で、小指でもいいと思いますよ。あの、自分でいいなと思うところ。で、あと、アルペジオも、こっちに行けばこっち、あの、レッスン動画第1弾ぐらいで言ったと思うんですけど、こっちに行けば行くほどアルペジオも柔らかい音しますけど、ちょっとね、弦のテンションっていうか、硬さがこっちに行くと柔らかくなるんで、弾きやすい硬さ、こっちに行くと、こう、弾き応えが硬くなりますからね。だから、あの音の感じと弾きやすさのバランスで、まあやっぱりこの辺がいい音すると思うんですけど、こっち行くとだんだん音が硬いでしょ。だけどこっちは弾きやすいっちゃ弾きやすいんですよ、硬いから。こっち行くとどんどん柔らかくなってきますんで、ちょっと難しくなるという。このバランスもこの力加減とかその曲の表情によって弾く位置も変えて楽しんでいただければいいと思います。で、このアルペジオですけど、これはですね、ウクレレ初心者さんがまず第一歩やる超基本的な弾き方なんですけど、皆さん気づくと思います。ですね、アルペジオって一本ずつ弦が鳴ってるんで、コードしっかり押さえられてないかどうかがバレるんですよ。例えばですね、Dm っていうコードを押さえます。Dm 覚えてる？こことこことここですよ。こことここ押さえるでしょ。それでね、やってみます。はい、ちゃんと押さえられてるとこう綺麗に音が鳴りますけど、ちょっと押さえられてないとこういう風になるんで、コードがしっかり押さえられてるかどうかの確認にもなります。これね、アルペジオやっててうまくコードがこういう風に響いちゃう人はしっかり押さえられてない証拠ですから、その辺の答え合わせの確認にもなるということで、これアルペジオしっかりこう弾けるようになると思います。で、アルペジオはゆったりしたバラード曲には合うと思いますね。家でね、しっとりとこうワイン飲みながらとか、ゆったりした気分で弾きたいときはアルペジオで奏でると、いろんな、どんだけロックの曲だろうが、ね、あの、ポップスの曲だろうが、アルペジオで弾くと、ちょっとこう、しっとり柔らかな感じになるんで、そういう音楽の楽しみ方、自分でどんどんアレンジできるということで、こういうお楽しみ方もね、あるんですよ。自分で奏でる音楽ならではの楽しみ方。もうイケイケの曲をアルペジオでやるだけで、あれなんかこんな感じだったんだなというふうに、全然発想の転換ができる。これも音楽の一個のお楽しみですんで、いろんな弾き方で挑戦していければいいと思います。はい。では、アルペジオの基本なんですけど、これですね、アルペジオ。いっぱいあるんですよ、他にも。弾き方がね。で、今回は、初心者レッスン動画ということでくくってますから、これまず基本に置いといてもらって、こっからいろいろアルペジオも発展していくということで覚えておいてください。で、一応ですね、アルペジオのいろいろという動画、ここ、ちょっと知ってもらいたいなと思って、ここに今リンクを貼るんですけど、ここはですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというところで、アルペジオというところを、そこに、他にいろんな弾き方のレッスン動画が上がっておりますんで、ここでちょっとね、もっとやりたいなって方は、練習してもらいたいんですけど、まずはこの基本がすごい大事になります。で、今のリンク貼った、ウレレリズムいろいろのページの動画も、まあまあ今後どんどん更新して、リニューアルしていく予定ですので、まあそれもお楽しみにしておいてください。で、今回は、第5弾、アルペジオの超基本のレッスン動画ということでアップロードしました。で、次回ですけど、次は8ビートというストロークっていう部分に入っていこうと思うんですけど、この今日の第5弾と第6弾、8ビートの第6弾までやったら初心者レッスンはここで一旦終了となります。そして、その先はどうなるかと言いますとですね、先ほどのリズムいろいろというところで結局リズムをいろいろ深めていくっていうところに入っていきますんで、まず、今回、アルペジオと8ビート、次の第6弾までで、終了です。初心者さん。そこまでやったらですね、もうほんと初心者卒業でございますよ。はい。なんで今日は、そのうちの第5弾、アルペジオやってみました。皆さん。音楽を自分でこう奏でる楽しみ、そろそろなんかハマってきたんじゃないかなと思うんですけれども、いろんな表情でいろんな曲をいろんな弾き方で弾く、これがまた醍醐味でございます。一応基本的なこと忘れちゃダメですよ。歌中心、あと楽譜をずっと見ない、何のために音楽をやってるか思い出してください。楽しいなとか気持ちがいいな、豊かだなっていう気持ちを、それをやっぱ中心に置く。音を楽しむで音楽ですかね。これを忘れないようにしましょう。さあ、ガズレレのご案内、いつもご紹介してますけど、ガズのわがままウクレレ
レ、ベトナムで作ってるオールタンバン、オールハンドメイドのこのウクレレ、これはね、本当に皆さん、弾きやすくていい音するんで、ぜひ機会があったら、ゲットしてください。ウクレレの情報ここに、貼っておきます。よろしくお願いします。あと前のことですけど、このコンサートウクレレも入る、ガズレレの一見ウクレレがいいケースに見えないウクレレケースとか、このキャップとか、このガズの両親が作ってる水引きだとか、ストラップとか T シャツとかね、いろんなグッズもありますね、グッズ。そんなこと。あとはイベント情報。ガズレレってイベントやって日本全国飛び回ってますよ。イベント情報などは全部ここ。ガズレレ .com ホームページに載ってますんでね、ホームページのリンクもここに貼っておきます。よろしくお願いします。どんどん音楽やって楽しんでいきましょう。そしてどんどん皆さん、まだやってない方にね、ウクレレで楽しいよと教えてあげてくださいね。よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。第6弾に続きます。8ビートも頑張りましょう。はい、それではさようなら。